おはようございます。2018年6月26日古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん。今日はほんと久しぶりに和定食、いつもの定番の朝ごはんです。納豆、まだ混ぜてません。納豆と大根サラダと、ちょっと今日はキムチがあったのでそれを出してみました。それとわかめのインスタント味噌汁とご飯です。ちょっとね、出張中の動画がうまく上がらないので省略されちゃうかもしれませんがまあとにかく、今日も一日元気に過ごしましょうということで、古民家風の家、また無言でした。いただきます。